はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊立浪編コンプリートモードの続きをやっていきたいと思います。ミッションの15、大英帝国の誇る名サブマリーナクリス・ストリンガー大佐が指揮する潜水艦隊に挑むという内容です。深度は10メートルほどのすごく浅い海域との戦いですね。想定される敵艦は潜水艦ということになりますので、装備も当然ですね、対潜水艦戦を想定した魚雷を多く持っていきたいと思います。では魚雷を用意していきます。はい、魚雷ですが対潜水艦専用のマーク50、これを31本持っていきます。さらにシーランスも10本持っていきましょう。これが今この立浪が搭載できる対潜水艦専用の最大攻撃力だと思いますので、まずはねこれで様子を見ていきます。深度は20メートルほどしかない、10メートル、20メートルほどしかないというところだったので、このまま深度10、速度を20ノットに上げて敵艦の捜索に入りたいと思います。マップですが、こんなマップですね。敵艦がどこにいるかわからないので、一度こっちに入っちゃうのはちょっと危険かな。戻ってくるのに立浪だと最大戦速が20ノットというところもあって、一度この狭い中に入ると身動きが取れなくてタイムオーバーでこのミッション失敗っていう可能性も出てくるかなとは思うんですが、まあ一旦ちょっとこちら捜索してみましょう。さあ敵艦発見、先制攻撃が重要なので、今ちょうど射程に入っているので、一本差し、スピード重視で一本差しで出します。敵もアクティブソーナーを撃ってきた。しかし、立浪の方が早く魚雷出してます。衝突コース。命中。攻撃型の減衰。取れちゃんと。撃沈できなかったか。そしたら続いて、誘導魚雷に切り替えて一本差し。こちらも早く出したいですね。とにかく敵より早く出していきたいので。かわされた。さらに、マーク50の魚雷優先で出します。速度。ゼロまで落とします。敵も撃ってくる。撃ってきた。しかし敵もチャフというか、デコイですね。なので攻撃能力は有していないと思います。こちらはさらに優先魚雷、優先魚雷が当たらない。さらに優先魚雷、初戦でいきなり魚雷をだいぶ使ってますけどね。命中、これちゃんと撃沈。魚雷は2本必要かな。そうすると、まあ、もちろんね、当たりどころ、あるいはその角度、距離、いろんな要素があると思うんですけど、2本は必要だと思った方が良さそうですね。序盤戦はちょっと魚雷を2本出していきましょう。で、魚雷の数が足りなくなってくるようであれば、まあ、1本差し等々も検討していくというふうにしたいと思います。見つけました。敵もアクティブを撃ってきた。どっちが先に撃てるか。こちらシーランスをまず出します。シーランス、一本差し。さらに、マーク50の魚雷、これも一本差しで、優先弾で出します。前後から、当てる。まずはシーランス。撃沈。でかいでかい。シーランス、一発で敵艦を仕留められたのは大きいですね。さらに、その先、敵艦がいると思われます。後ろからも敵が迫ってきてるのかな？なんか追跡を受けてる感じがしますね。
通常動力型のこの立浪は最大速度が20ノットなんですけども、例えば減衰のヤマトであれば50まで出る、ということを考えると、敵の減衰もそれなりの速度があると思うと、後ろから迫られると追いつかれる可能性がありますね。実際速いですね。前から迫ってきてるものに。当てた。さあ、シーランス。シーランスを出します。シーランスであれば。さっきの感じだと一撃で倒せる可能性もあるので。命中。シーランス早いですね。タイヤです。撃沈。しばらく距離があるときはシーランスを先に撃ちましょう。さあ、後ろから敵の追跡を受けてますが、まずは前進して突破していきます。何？この距離で敵が迫ってたのに気づかなかったのか。デコイで回避しましょう。回避できない。かわした。この距離にいたか。速度ゼロまで落として。シーランス。さらに、シーランスが出たら、優先魚雷を撃ちたいところで先に敵の魚雷が出た。ただそれはさっき撃ったデコイに引っかかってますね。なので、マーク50の優先弾。これ2本出します。この距離なんで確実に仕留めたいですね。シーランス。エムロード。撃沈。魚雷が2本無駄になりました。さらに敵の潜水艦発見。これ、優先弾が生きてくれるかな？いや、全くあさっての方向を見てる。であればシーランス。早めにシーランス出しましょう。命中。完備からトラファルガーに命中。撃沈です。順調に来てますね。さあ、もうこの先に敵の潜水艦がいるかどうか、微妙な場所まで来たんですが、もし取り逃してるともう、時間的に、カバレッジができなくなってくるので、このまま一旦前進しきって、マップの端までたどり着いていないことを確認したら、敵艦がいないことを確認したら、180度回答しましょう。いたな。やはりいた。シーランス。シーランスを出します。ん？これが敵の機関でしたね。だったらこれは逃さない。マーク50の優先弾。日本雑誌。命中。撃沈ですね。シーランスは強い。いやいや、こっちに来て正解でしたね。はい、というわけでミッションランク A です。ちょっと S が取れなかったのは、撃沈数ですかね。もうちょっと数仕留める必要があったのかなと思います。では、今回は少し短いですが、ここまでとさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。